こんにちは。超集中空間プロデューサーの北慎吾です。今日は農大二高の英語についてお話をしてみようと思います。農大二高なんですけれども、大問の数が結構多いんですね。で、2019年は大問7個、2018年、2017年は大問8個ということで、ちょっと多めですね。はい。で、どんな問題が出題されているかということなんですけども、一番は発音問題が出題されています。で、二番は対話文なんですね。で、対話文、内容を把握するっていうことですね。そういう、対話文が出題されています。で、三番は穴埋め問題。で、四番は、並び替えの英作文。で、5番が対話文ですね。これは会話を埋める感じですね。流れでこの順番でこの会話が来るというふうな、形の会話を埋める対話文です。で、6番は中文。長文ほど長くないという中文ですね。で、7番が長文というふうになっていました。2018年は、1番が発音。2番が会話文の強調、この部分を質問されたことに対して返事はこの部分を強く読むとかそういう感じの会話文の強調ですね。で、3番が穴埋め問題、4番が並び替えの英作文、で5番は、対話文ですね。こちらは会話を埋めるパターンの会話文で、6番が中文、7番が長文で、8番は英文英文のような感じ。英語で説明が書いてあって、この単語は何ですかっていうような感じですね。だから、英語で書いてあるものに対して、その単語を英語で答えるというような、単語を答えるものです。はい。で、2017年は2018年と全く同じ形でした。なので、去年少し変わったんですね。はい。で、テスト時間が45分ということで、45分で2019年は読む問題が4つあったということです。そういうことは、これはちょっと早く読まなきゃいけないなと。いくら、1個ずつがですね、まあ20行にいかないぐらいの文だと言っても、やはり4つあると答えなきゃいけない問題も増えますし、早く読むということは必要になってくると思います。ですので、英語が得意な人、とにかく早く正確にという練習をたくさん積み重ねてほしいと思います。で、英語が苦手な人はですね、発音と先ほどの穴埋め、それから並び替えの英作文に力を注ぐといいと思います。これがですね、2つ合わせて、毎年ですね、50点前後いくんですね。結構大きい点数になります。はい。なので、文法的な問題と長文とっていうのが大体半々で出てるというふうに思ってくれるといいと思います。なので、文法的なところ、単語がわかる、文法がわかる、ね、そういうふうになっていくと、英文を作ったりっていうこともできると思います。はい。ですので、文法の方で点を取りに行くっていうふうにしていただくといいと思いますので、たくさん練習をしてみてください。はい。では今日は、農大二高の英語についてお話をいたしました。ありがとうございました。